アメリカ空軍の F-35A ステルス戦闘機に動きがあり、アラスカ基地から沖縄の嘉手納基地へと配備が進んでいるのをキャッチしました。今回は、このアメリカ空軍 F-35A ステルス戦闘機の配備の裏を詳しく見ていきますね。アメリカ本土には、数多くの F-35A 戦闘機があり、この極東アジアには、F-35A ステルス戦闘機の数が少ない状況でした。抑止効果は絶大ですよね。2022年2月23日、アメリカ太平洋空軍が、アラスカ州イールソン空軍基地所属第11空軍の F-35A、ライトニングに、12機を20日に、沖縄県嘉手納基地に移動させて配備したと、発表した。太平洋空軍では、嘉手納基地に配備された F-35A は、インド太平洋司令部の戦力強化のためで、これによって、南シナ海、東シナ海、西太平洋での不測の緊急事態に対応することができると説明している。このことを韓国の中央日報では、軍事施設を破壊できる戦闘機の沖縄配備は、2022年になって弾道ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮に対するメッセージとしているのであるが、大型の見方では、台湾侵攻の可能性を高めつつある中国への牽制であろうと見られている。北朝鮮空軍が運用している戦闘機は、2013年の時点において、1300機以上とされていて、その主力は、虎の子とされている第4世代の、MiG-29 が18機、以下旧式機である第3世代の、MiG-23 が56機、攻撃機として、SU-25 を34機保有していると見られているのであるが、その他保有機数の大半は、MiG-17、MiG-19、MiG-21 などの旧式機であり、その稼働率は不明とされているほかに、燃料不足による訓練不足などが指摘されている。これらのことから、アメリカ本土から F-35A を、わざわざ沖縄に配備せずとも、在日アメリカ空軍と韓国空軍が保有する戦闘機のみでも十分と考えられ、F-35A の配備は、やはり、中国への牽制の意味合いが強いと見られている。また、北朝鮮の防空体制については、新型の移動発射台方式の地対空ミサイルの開発が進められていると噂されていて、これは、ロシアの S-300 PMU をコピーした戦略地対空ミサイルシステム、ポンゲ、イナズマ、5が、2018年9月に開催された建国70周年記念軍事パレードに参加していたのが確認されているが、まだ、開発途上との見方があり、実際に実戦部隊に配備されているかは不明である。いずれにしても、韓国が計画通りに F-35 を40機導入するのであれば、それで十分に対抗できると見られる。また、中央日報は、この記事において、アメリカ空軍が、グアムのアンダーセン空軍基地に、B-5 戦略爆撃機4機を1週間ほど前に、一時配備したと報じており、アメリカが北朝鮮の恐れる核爆弾搭載可能な戦略兵器を展開して警告を発しているとしているが、こちらも、むしろ、中国への抑止力としての配備とする見方が多い。アメリカ空軍では、2020年4月以降、グアムのアンダーセン空軍基地への B-5 に配備を止めて、アメリカ本土中西部のオズダコタ州にある、マイノット空軍基地に移動させていて、状況に応じて、グアムに派遣する形をとっている。今回の派遣は、タイミング的には、北朝鮮への牽制と見られなくもないが、ロシアのウクライナ侵攻に呼応して、中国軍が、台湾に攻撃を仕掛ける、可能性が指摘されており、F-35A の嘉手納基地配備と同様に、中国に対する牽制の意味合いの方が強いと見られていたのであるが、その状況の中、2022年2月24日に、ロシアが、予想通りに、北京五輪の閉会を待って、ウクライナに、軍事侵攻を開始した。アメリカは、数日前から、
ロシアによるウクライナ侵攻の可能性が高まっているとの警鐘を発しており、今回のアメリカ太平洋空軍の動きは、そのことに、アメリカが気を取られているうちに、中国が連動して、台湾や尖閣諸島で、何らかの軍事行動を起こすことへの警戒であるのは、間違いないと見られている。当初は、ウクライナとロシアの軍事力に圧倒的な差があることから、侵攻は数日で首都キエフが陥落して決着がつくと見られていたが、2月28日現在ウクライナ軍の健闘と国民の結束などによって、ロシアの侵攻が停滞していると伝わっている。テレビの報道で伝わってくるのは、ウクライナ国民の祖国を守ることへの強く固い意志だ。ウクライナとロシアは、民族も言語も、近く兄弟のような付き合いだと伝えられているが、それでも、今回のように、理不尽に一方的に攻め込まれれば、国民は、老若男女すべてが、戦いに参加するという。国民が国を愛し、誇りに思う気持ちには、感動を覚えるとの書き込みが、インターネット上や SNS で目立っているのであるが、それと比べて、日本の国民の危機感のなさは、どうしたことであろうか。今回、F-35A が、アメリカ本土から、沖縄嘉手納基地に前進配備されたことは、グアムに核攻撃を実施可能な B-52 が派遣され待機していることと併て、中国の軍事活動を牽制する意味で、大きな抑止力となるはずであり、日本の防衛には、大きなサポートである。しかし、現地では、沖縄タイムス、琉球新報などの左翼系メディアが、反アメリカ軍基地のネガティブキャンペーンを連日繰り返し展開していて、F-35A の飛来で、騒音がひどいと、苦情が殺到していると報じているのである。2月25日に、NHK ニュースが報じた、嘉手納町の騒音被害報告によると、最高で、100.4dB の騒音が測定されて、町役場には、19日から、24日までの6日間で、騒音への苦情は10件寄せられという。100dB の騒音が、どの程度のものかというと、電車通過時の地下鉄の構内やガード下と同様だとされ、視聴覚的な目安としては、極めてうるさいとされているのであるが、数時間継続するというなら、ともかく、航空機の離着陸時の騒音が発生する時間は、ごく短いものであろう。しかも、F-35A に限らず、嘉手納基地では、ほぼ毎日 F-15 など、様々な機種が延べ字幕なしに、離着陸を実施しており、嘉手納基地周辺の騒音については、民間会社による、測定した結果によると、F-35A に限らず、どの機種も、離着陸時に、100dB 前後の騒音が発生していると、報告されている。そのことを踏まえた上で、100dB の一時的な騒音が耐えられないほどひどいのか、あるいは6日間で、10件の苦情で殺到しているとの表現が適切なのかとする声が、ネット上に上げられている。アメリカ空軍の嘉手納基地や、海兵隊の普天間基地の軍用機、そして、那覇基地の航空自衛隊の F-15J の離着陸の回数が増えるのは、アメリカ軍、航空自衛隊の都合ではなく、中国軍の軍事活動に対抗するものであり、強いては、日本を、さらに言えば、沖縄を防衛するためのものである。その行動を批判して非難し、沖縄から追い出そうとする人たちがいる。沖縄の左翼系のメディアや、政治家、活動家は、基地があるから攻撃されるとして、基地がなければ、平和に生活ができるというのであるが、平時なら、その考えも通用するであろう。だが、彼らは、中国が沖縄を欲したら、どうなるかということには、
全く触れておらず、日本には憲法第9条があるから大丈夫と、お題目のように唱えるばかりで、その脳内が見事にお花畑であることがわかる。沖縄に基地がなければ、戦闘は発生しないのは間違いないが、中国にとっても、沖縄は、地政学上超重要な軍事拠点であり、簡単に占領され、中国の支配下となり、自由を奪われて、中国語を強要されることもまた、間違いないであろう。